こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回はロシアワールドカップ、フランス VS ウルグアイについてです。以下引用。ワールドカップ、ダブル杯、ロシア大会、ウルグアイ0、2フランス、準々決勝、6日、ミズニーノブゴロド20年ぶり2度目の優勝を狙うフランスが2-0でウルグアイを下して、準優勝した6年、ドイツ大会以来3大会ぶりの4強進出を決めた。攻撃の要の FW グリーズマンが1得点1アシストの活躍。過去8度の対戦で1勝しかできず、ダブル杯では見分け1敗と相性最悪な南米の古豪を退けて、前回大会で阻まれたベスト8の壁を突破した。簡単に点は取れないと思っていた。アルゼンチンとは違う。勝つためには我慢強さが必要だ。フランスのデシャン監督が警戒したように決勝トーナメント1回戦で、打ち合い、となったアルゼンチン戦とは一変した試合。だが、堅守、ウルグアイの壁はグリーズマンがこり当てた。前半40分の FK、キッカーを務めると一度、フェイントを入れた。守備ラインのリズムを乱して、すかさず上げる。走り込んだバランの頭に正確に合わせて先制点を呼び込んだ。後半16分には、左足の強烈なミドルシュートが腕玉となり、DK の手を弾いた。4試合で1失点のウルグアイから、2点をもぎ取った。ウルグアイの守備の用語リンとは、スペイン一部アトレティコマドリードの大親友。娘の名付け親にもなってもらった。ウルグアイが勝ち上がってきて嬉しかった、と歓迎した盟友との決戦を楽しみ、力を発揮した。フランスにとって、南米の古豪は苦手だった。過去8度の対戦は、1勝4分け3敗。85年の親善試合で2-0で勝ったのを最後に、以降の5試合では、1点も奪えなかった。12年に就任したで、シャン監督にとっても、初采配がウルグアイ戦、0-0、で、13年の再戦も0-1。W 杯の大舞台でその借りを返して、3大会ぶりに4強へ進んだ。ご視聴ありがとうございます。毎日最新ニュースをお届けしますので、チャンネル登録お願いします。